皆様、おはようございます。音声大丈夫でしょうか。時間になりましたので、本日は環境省まで来ていただいて、気候変動資金を活用した適用国際協力案件形成セミナーを開催したいと思います。まずはじめに、海外コンサルタント協会、岡野よりご挨拶申し上げます。はい。それでは、皆様、おはようございます。本日はですね、今年の4月ですね、4月に、行いました、気候、変動資金の活用についてのですね、セミナーに引き続きまして、再び、開かせていただきたいと思います。前回ですね、いらしていただいた方も、今回、また、再度ですね、参加していただいている人もいますし、あるいはむしろ、今回初めてという方もいらっしゃると思いましてですね、より情報を、得ていただければと思っております。で、今日は、環境省の織田さんを、はじめとしましてですね、お話しいただきまして、緑の気候基金 GCF ですね、こちらのですね、活用方法の案件を用いた案件形成に関する情報であるとかですね、あるいは現在やってる、令和4年度の予算要求の、状況でしょうか、令和4年度に向けた展望ですね、とも含めて、それから、各、プロジェクトでですね、実施を、されてる、事例のですね、ご紹介、等を、いただくことになっておりますので、活発な、意見交換が、していただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、まず、織田さんの方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。岡野さん、ありがとうございました。ちょっと資料を共有させていただきます。はい。これで見えてますか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ところお集まりいただきましてありがとうございます。今日はこの3つのトピックスでお話ししたいと思います。これご紹介あったように、4月に同じコンセプトで一度セミナーをやりました。で、多くの方に環境省をご提案いただきまして、いくつかが事業化に進んでいるところであります。で、それでですね、今日のセミナーの目的なんですけれども、開発コンサルの皆さんに気候資金での適用案件形成にぜひご参画いただきたいと、このように思っています。で、これ現在JICA の業務実施契約が、かなりたくさん工事をされていまして、これコロナで、しこっていた玉が出てきている感じでしょうかね。で、ちょっとバブルのような要素があって、お腹いっぱいのところもあるかもしれませんけれども、これ長く続きません。で、また他方で適用、それから気候変動というのはこれから20年、30年、場合によっては2100年まで、フォーカスしていかないといけない、課題ですので、これ今仕込んでおくと、後で儲かるかもしれないと、こういうコンセプトでセミナーを行わさせていただきます。で、まず気候変動適用なんですけれども、ご存知のように、この気候変動対策というのは、緩和と適用、2つの考え方があります。一般的に、気候変動対策と言われているのは緩和の方ですね。で、これは課題は1つ、CO2 を減らす。で、ゴールも明確で、補助金がついてますので、民間企業に、民間資金が放っておいても流れ込んでくると、こういう分野になっています。で、他方で適用というのは、これは変化する気候に備えるというコンセプトです。で、課題は無限にありますし、緩和が成功するまで永遠に続けないといけない、こういう課題になっています。で、途上国の行政官も、気候変動をやってるっていうのはほとんど緩和の人たちでありまして、環境省も、少ない人員で、この適用の国際協力というのをやっている状況になっています。で、
じゃあ、無限で永遠の課題をですね、有限な資金とリソースで、対応しないといけないので、どこかにフォーカスをしないといけないわけなんですけれども、今、環境省では適用の守るタイプとレベルというのを、こういう二次元表面で表現しています。で、この右下の方が、これ、札幌雪まつりがこのまま温暖化進むと、今の規模でできないと。で、途上国でもちろんこういうのも大切なんですけども、むしろ、人命を守る、この左上のところが、まあ、一丁目一番地かな、なのかなと、こんなふうに考えているところです。で、人命を守るっていうのは、まあ、防災なんですけれども、同じ防災でも、コンクリートで何かするのではなくて、NBS、エコ、DRR、EBA、こういうコンセプトで、適用のオプションというのを実装していくと。あと、秋水田をさん、飲ますいないまと。せん。はい。画面が先に進んでないようなんですが、資料が。あ、そうですね。最初の画面のままになってます。おかしいな。ちょっと待ってくださいね。もう一度、共有を停止して、あ、これでいかがですか？見えてますか？今、過去の温暖化は人為的っていう感じですね。はい。あ、次、はい、行きましじゃあ、ょう。これでいきますね。はい。で、この左上の人命を守る、防御をする、ここがですね、適用の国際協力の一丁目一番地だと、このように考えているところです。で、それで、過去はどうなったのかなんですけれども、この左の図が、よく、これはですね、IPCC の AR6 ワーキンググループ1が、つい最近出した報告書の中の、重要な図になっています。で、これ、左の図が、ホッケースティック曲線といって、温暖化会議論者から指摘があったように、本当にこうなってるのかと。で、今回の、AR6 のリポートの貢献は、この産業革命以降の温暖化っていうのは、もう人為的影響である、間違いないと、こういうふうに言い切ったのが、この貢献になっています。で、この左の方はですね、これは実は紀元前の1年から、2000年のグラフを表してるんですね。で、最後の1850年からあとは、観測値なんですけど、それ以前は、これ推定値です。で、これ、呼気象学の、日本では、福井県の水月湖が有名ですね。そこをボーリングして、過去どうだったかっていうのを科学的に推定してるっていうのが過去のグラフになってます。過去はファクトとしてこうなんですけども、我々適用なので、未来がどうなのかっていうのが重要になっています。で、未来の話もこの IPCC はしていてですね、で、これまで RCP という考え方でシナリオに分けて、将来の気温がどうなる、ね、災害がどうなるという議論をしてきました。で、今回、新しい、考え方として SSP という、そういう考え方が導入されています。これは社会経済のシナリオと排出シナリオを統合した、シミュレーションモデルですね。で、社会を5つのパターンに分けて、将来がどうなっていくか。で、これ、報告書自体は4000ページありまして、読んでもよく分かりません。読んでもよく分からないんですけども、結論としては、未来はどうなるか分からないと、こんなふうに、言っています。で、これがですね、分かりやすく、多少分かりやすくしたシナリオなんですけども、今現在、2020年の段階で産業革命以降、1.5度の温度上昇があります。で、それが2050年、2100年にかけて、まあ、どうなるかなんですが、この一番左の、持続可能な社会というのが一番理想的な社会ですね。で、ただこれは日本だけが達成してもダメで、全世界ですね、インドも中国もロシアも、すべてが、この持続可能な社会に移行して、初めてこのシナリオというのが成立すると。で、どうもこの左にならないような
感じがしませんかね。何かこの真ん中ぐらいに行くのかなという感じがします。でそれは、はっきり言えないですね。未来の話なので、どうなるかわからないので、シナリオで分けて議論していると。こういう状況になっています。でじゃあこれネットゼロの社会というのはどういう社会なのかって、これは産業革命前、日本では江戸時代なんですね。でじゃあ江戸時代に戻れるのかっていったらきっと戻れないですと。ただその、グリーンイノベーションであったり EFL で、同じぐらいのエネルギーをかけないとこのネットゼロ社会というのは実現できないであれば適用というのが重要になってくる。で実は適用はですね、2009年のコペンハーゲンで、先進国か途上国に対して年間1000億ドルぐらいの資金供与しますと、このようなコミットをしてるんですけれども、なかなかこれが達成できてないと。で今回 COP26 では、2019年比に対して2030年ですよね、適用資金の倍増という、こういうことを国際社会に求めていると。それでじゃあ環境省何をしているかというとですね、我々のライン省庁なので ODA のインプリメンターではないので、基本的に国際協力というのはこの適用法の18条、これに基づいて、実施しているところです。でそのこれをブレイクダウンした適用計画の中に、3つの目的というのが記載されていまして、この2番の適用ビジネスの国際展開、ここにですね、開発コンサルの皆さんのご参画をいただきたいなというのが本日のセミナーの趣旨になっています。で、目的と手段を表に整理したのがこの図になっています。で手段としては AP プラットっていう、後でご紹介しますけれども、実質的にはウェブサイトを作って、科学的知見ツール、それから能力強化の、コンテンツを提供しています。でそれを適用を機構資金によって適用案件を形成していただいて、調達につなげていくと。でなぜこういうことをしようとしているかというとですね、UNDP とか ADB、それから途上国が自己資金で形成した適用案件の最後の調達のところに日本の適用ビジネスが売れるかといったら決して簡単ではないと。で例えば水資源であればもうスエズとかベオリアが強いですし、例えばレーダー一つ売るにしたって、GRC の売れるのか、フルノが売れるのか、簡単じゃないですよね。バイサラとか、タレスが入っていくと。で案件を最初から作り込むことによって、最後の調達につなげて適用ビジネスの国際展開っていうのを、実質的に、推進しようとするっていうのが環境省が考えていることになる。じゃあ、そのためには、資金調整を含む適用の国際教育のメトリックスというのを開発しないといけないんですけれども、その前に、この資金調整に対する EBPM ロジックとしてどういう考え方をしないといけないかというのを簡単にご説明したいと思います。でこのグラフを見ていただくと、明らかなようにですね、明らかというか、この赤いのが、気象災害と考えてください。で緑のが防災力ですね。例えば堤防の高さと考えていただくと分かりやすいですかね。でこれ突き抜けてきたところが災害になるんですけれども、それが、グレーの線のように温暖化によって、この赤いラインというのは右肩上がりになると。で緩和が成功するとこれが察知るんですけれども、どうもこのままいくと、これは右肩上がりのトレンドが続くだろうというそういう想定のもとで、何か適用策を打たないといけないんですけれども、これ何をやってもいいというわけではなくてですね、この適用策の実施コストというのは、未来の被害の緩和総額よりも十分に小さい。でこの不等号が成り立ってないと、そういうことはやらない方がいいという、経済合理的にはそうなります。で、もう少し簡単に言うと、こういうことなんですね。1000億円の被害が100億の防災投資で500億円に減るんだったら、400億円お得だ。でこれ間違ってないんですけれども、赤いところが全部未来の話をしているのと、この適用課題とか適用策っていうのは一般化できません。典型化困難、コンテキストセンシティブ の話をしているので、
なかなかこのロジックが、現地の行政官自身で形成できないというのが今の適用の国際教育の問題で、何をやらないといけないかというのも分かっていてですね、それは科学的知見をツール化する、で行政官に能力強化をして、機構資金の懐に手を突っ込んで、社会実装していく。でそれも気候変動により脆弱な国や地域、例えばランドロックカントリーであったり小島諸国であったり、で場合によってはとても状態の悪い東アフリカ、でこういうところに、国際教育をデリバリーしていくというのが環境省が考えていることになります。じゃあ具体的にどうするんだというとですね、この左右上のように IPCC の4000ページのリポートをこの左側のもう人のみ来ると持ってかれるようなところに住んでる人たちで、今飲む水がない人たちに渡してもしょうがないですね。でむしろ20ドルでもお金を配ってあげたいのが人情なんですが、で我々、LINE 省庁なんでヘリコプターまでできませんから、どうしても技術協力という手段を取るしかないと。それに対して、サイエンスとポリシーのギャップが大きく開いていると、このように考えています。でこれは、東京大学に、海野先生といって沿岸防災の専門家がおられまして、去年、研究室をお尋ねしたりしてこういう話をしているんですけれども、研究者が言えるのは、そこに人が住むべきではないと。それをエンジニアリングの世界まで持っていくと、技術で守るということが可能です。でこれだけでは、不十分でですね、もう一歩踏み込んでその社会学地域研究のところに、議論を進化させないとこの適用というのは完成しないと考えています。ただこれただでできないですね。どうしても資金が必要なので、その資金をグリップするために、今サイエンスポリシーのギャップがあると考えています。これをつなぐのが、適用国際教育のメトリックス、このように、考えてこの設計を今しているところ。で環境省は LINE 省庁であってですね、最後に、防災案件、適用案件を社会実装するための、資金が与えられていません。でそれは、JICA の運営交付金1600億、もしくは GCF のような機構資金が持っている1兆円、規模の財源、このようなものを資金調整によって、事業化に動員していくと。でそのためのツール開発とメトリックスの開発を環境省の適用室で今行っているところです。でじゃあ、具体的にどうするんだと、どういうことをやらないといけないのかっていうところなんですけれども、適用のメトリックスとしてはこんなふうに考えてるんですね。で一番上のところが科学的知見、これは、これをツール化をすることによって、教材を開発して、真ん中の緑のライン、国際協力の実装をしていくと。で最後のこの下のグレーのところがですね、一つ、はまっていないピースがあります。でここが、今日のコンセプトでありまして、開発コンサルタントの皆さんにここに参入していただいて、民間の適用ビジネスの中、特に防災、水資源、それから食料安全保障、こういった、適用ビジネスを担いでいただいてですね、ぜひ案件形成に、ご参画いただきたいなと考えているところです。それで、じゃあ、環境省何してるのかというと、こういうツールを作ってきました。でこれは昨年度作ったツールなんですけども、例えば、空港の、沿岸空港の高潮高波による、BCP リスクのための、リスク情報のシステム。で、真ん中はダウンスケーラーですね。スーパーコンピューターを使わなくても、将来の気温のシミュレーションができるというダウンスケーラーも開発しました。あと一番右は、これはインドネシアでやったんですけれども、脆弱性の指標 GIZ の、インパクトチェーンという、考え方をもとに、インドネシアの4分野8課題で、どこに集中して、資金エネルギーを投入するかというそういう政策判断に使えるような情報システムを開発しています。今年度はですね、これとは別にもう少し違うものを開発していますし、来年度にかけて、水資源、それから、河川防災、そのリスクのツールを、作っていきたいなと考えているところです。
また、興味があれば、ご紹介しますので、ぜひメールをいただければなと思っています。で、じゃあ、どんな資金でですね、これを実装していくのかと。で、機構資金ご存知のように、GCF という資金と、あと CTCN という資金があります。で、これはこの後、日本公園の大中さんから GCF の成功事例を、それからデロイトトーマツの田丸さんから CTCN の案件形成について、ご紹介をいただきたいなと思います。で、GCF というのは基本的にはスケールアップ資金なので、何もないところにいきなり GCF 案件というのは作れないんですね。ただ、大きな資金です。これ、一番小さなプロジェクトでも10ミリオン。で、10ミリオン円ではなくて10ミリオンドルですので、とっても大きな、プロジェクトが、一番小さい資金でもできると。で、これ UNDP とか ADB さんがとっても作文がうまくてですね、これどう見ても適用じゃないと、これどう見ても道路案件だろうみたいなところに、うまく作文をして700億円とかですね、大きな資金をガッと持っていって、で、日本なかなか15億ドルって言って拠出金としてはトップドナーの拠出をしてるんですけども、なかなかこの資金を適用の案件形成にグリップできないというのが今の状況になっています。で、ここを皆さんのお力をお借りしてですね、ぜひ環境省と一緒にこの資金を取りに行きたいなと、このように考えていると思います。で、これ日本トップドナー、アメリカ30億ドルなので、これトップじゃないかと言われるんですが、アメリカはこんなに出してないですね。本当に出したのは10億ドルだけです。で、これトランプ政権、共和党政権で、支持母体はキリスト教右派ですので、キリスト教ですから、神が作った地球がね、1度や2度上昇でダメになると思ってない人たちなので、あまり積極的ではなかったっていうのが、現状でした。ただ、まあ、バイデン政権になって戻ってくると言われてますので、多分バスケットに資金を投げ込まれるはずです。ですから、そこをなんとか、日本の適用美術が売れるような案件形成を立て付けていく、このように考えているところです。で、じゃあこれ成功パターンと失敗パターンというのがありまして、成功パターンというのは典型的にこのように上のパターンというのが、うまくいくと。で、 CTCN でまず、技術の概念実証をして、それを GCF でスケールアップにつなげていくというのが、ステップとしては適当なのかなと。で、失敗パターンというのを分析していまして、何が悪かったのかともうよく分かってますので、この失敗パターンをたどらないように、皆さんと一緒に、うまく作っていきたいなと、このように考えているところです。で、もう一つこの、機構資金、特に適用の機構資金で注意しないといけないことがありまして、機構資金というのはこれ補助金ではないんですよね。ですので、緩和の案件形成が実は通用しない世界になっています。で、例えば、GCF の中に民間セクターファシリティ、プライベートセクターファシリティという、そういう考え方があって、これの、プロポーザルを求めていたんですけども、これは、この文字だけを読むと、何か気候変動で困っている民間企業を助けるためのローンとか補助金みたいに見えるんですけど、決してそういう資金ではなくてですね、これ採択されたご案件の特徴を見ると、GCF の債務保証が 20% なんですね。で、これをカタリゼーターにして、本来であれば民間資金が、出てこないような適用の公共財の実装に、なんとか民間資金を呼び込んでくるという、そういう呼び水のような、プログラムになっています。で、開発コンサルタントにはチャンスがあるんですけども、じゃあ民間企業で何か気候変動に困っているので、なんか GCF がお金をくれるんじゃないかなと、そういう見方で案件形成をすると、とてもトンチンカンなことになってしまうので、このあたりちょっと注意をしていただいて、特に緩和の JCM であったりレッドプラスでうまくいったっていう成功体験をお持ちのコンサルタントの皆さんに、こういう方向に行っていただきたくないなと思っておりますので、ちょっと注意をして、この適用の分野の機構資金というのは、取り組んでいただかないといけない。はい、
それで、じゃあ具体的に環境省、来年度の予算として何をやりたいのかというとですね、官民連携パッケージというのを作っていきたいなと思っています。で、これは、この赤いところが適用の課題ですよね。で、それに対して、この青いところ、これは環境省が今までに、蓄積してきた、ツール、それから情報、あとは教材で、こういったものと民間企業の皆さんがお持ちの、これは開発コンサルではなくて、要素技術のベンダーさんですね。で、ここに書いたのは一例で、これを環境省が担ぐということではありません。ごく一例であってですね。で、こういったものを、単体でですね、セミナーをやって何か売り込んでも、なかなか打率が良くないと。ですので、環境省の持っている知見と、皆さんの民間企業のお持ちの、要素技術、それに、開発コンサルさんの、事業化資金調整、それから、案件形成の能力、で、これをパッケージにしてですね、なんとか JICA に持ち込む、もしくは GCF に持ち込んで、最後までつなげていきたいなと、こういう事業を考えているところです。で、じゃあ、どういう分野でパッケージを作るのか、これ左のところにあるように、防災のパッケージと食料安全保障、あと水資源のパッケージが必要なのかなと。で、5つぐらいのパッケージにして、官民がそれぞれの比較より持ち寄って、案件形成を実施していくと。このための予算要求をしておりまして、その事業を来年度立ち上げようと思っているところです。で、もうちょっと具体的に言うとですね、これは、沿岸防災パッケージ、特に空港の例なんですけれども、先ほどご紹介したようなダウンスケーラー、それから、沿岸空港 BCP のリスク情報の手法、これもできています。できていますので、無料で提供します。で、これに対して、例えば航空局が持っている A2BCP、国内の、BCP の知見ですね。それと、例えばですね、例えば古野さんの持っているエクスパンドレーダー、それから、これは JRC さんですかね、G バス、航空管制の、気象、悪天候に強い航空管制技術。で、こういったのを、パッケージにして、気候変動に強いインフラストラクチャー、沿岸空港。で、こういう、無償資金協力、空港の改修の案件を、JICA と一緒に立て付けられれば、トータルとして日本の技術が売れますし、世界先端防災を受けて SDGs、それからパリ協定、三位一体の大の達成につながると、こういう大きな要件を言っているところがあります。で、それに対してですね、今適用のプラットフォーマーってどういうのがいるのかと、先ほど少し紹介しました AP プラットというのを環境省と国家案件で作っています。これはウェブサイトですね。で、この分野でなかなか、難しい分野ですので、我々まだ雑魚ですね。で、じゃあどういうのが強いのかというと、この右に書いたように、 WRI ですね、ワールドリサーチインスティチュート、それからグローバルセンターオブアダプテーション、あとスウェーデンの SEI が指揮を成している We Adapt、それから、イシモット、これはランドロック、ネパールとかヒマラヤの山岳地帯に強い、プラットフォーマーですね。で、こういう、いわゆる、本物のプラットフォーマーと組んでですね、一緒に、地域特性に応じた、案件形成をしないと、この分野では生き残っていけないのかなと、こんなふうに考えじゃあ、これを環境省だけでできるのかと、民間企業だけでできるのかというと、決してそうではなくてですね、適用の国際協力コミュニティというのをクラウド上に作っていかないと、この国際協力の推進というのが進んでいかない。で、コミュニティって何だっていうとですね、アソシエーションとはちょっと違うんですね。エクファっていうのはアソシエーションで、これは、目的を同じにした人が、事務局をベースにつながっているというのがアソシエーション。で、コミュニティというのは、実は事務局機能というのはないんですね。個人の関心領域だけでつながっていると。で、契約関係、それから雇用関係がないと。で、仕事やビジネスないので、お金のやり取りがないというのがコミュニティの特徴になっています。これ、
具体的に何があるかというと、例えば Linux のようなオープンソースの開発コミュニティとか、あと QGIS のコミュニティなんかもありますよね。それは一人一人が仕事ではなくてですね、自分の関心領域でやっていると。じゃあ、それはなんでこういうのが必要なのかというとですね、これ、コミュニティの最大の貢献者がコミュニティからの最大の利益を得る世界なんです。じゃあ、これ、利益って何だって言ったらお金でないと。これ報酬なんです。すごくよくやったね。あなた頑張ったね。褒めてくれるんです。でも、これは関心領域を同じにしている仲間から褒めてくれるというのが最大の賞賛ですよね。で、日本の環境省が、例えば COP であるとか G20 の国際社会、国際条例の中で、日本で適用でこんなことをやってます。こんなツール作りました。これ発表したいのも、きっとこれは、同じ考え方でですね、これもよくやったね、褒めてほしいですよね。で、それと同じことを、環境省の外に、作らないと、この適用っていうのは、今後、この50年続いていく、こういうコンセプトなので、サステナブルでないな、このように考えていると。で、今日のまとめなんですけれども、適用というのは無限で永遠に続けないといけない。で、資金調整、特にドルですね。日本のタックスペイヤーのお金で売れてもしょうがないので、なんとか、ドルの資金、他人の財布に手を突っ込んで、本当に困っている人たちのために、人間の安全保障の観点で適用策を実装していく。で、それをですね、ぜひ事業形成のご提案を環境省に対して、開発コンサルの皆さんからいただきたいなと、このように考えている。メール、これ控えていただいて、ぜひご提案いただければ。一緒に作っていただきたいなと思っていると。あ、すみません、ちょっと長くなりました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。続きまして、モルジブにおける GCF 事業提案の取り組み紹介を日本公営の大中さんお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。日本公営の大中と申します。はじめにですね、ちょっとこの、案件の概要を簡単にご説明いたしますけど、その前にちょっと画面を共有いたします。すいません。共有されてますでしょうか。はい、全画面にスライドショーでしなくて、はい、大丈夫です。はい、ですね、今日ちょっと皆様にご紹介するのは、モルジブにおける GCF 事業提案の取り組みの紹介ということで、JICA としては初めて その GCF 事業、それ のファンディングプロポーザル作りの業務を日本公営が請け負いまして、その業務に私自身も携わってまいりました。で、今年6月にですね、このファンディングプロポーザル、結局トータルで3年ほどかかってしまったんですけども、今年の6月、ようやく GCF 理事会で、採択となりまして、これからその提案に沿った事業が進められていく予定です。で、今月からすでにその、一部コンポーネントを構成する JICA の技術協力プロジェクト、が開始されております。それで、本日ですね、ちょっと45分と少し長いので、ちょっと我慢して聞いていただきたいんですけども、大きく7つの話題で、説明したいと思います。で、1から3は、GCF とは、あとモルジムの GCF 案件概要、あとその外部資金活用 GCF ファンディングプロポーザルのについて、でこのあたりはですね、私自身は海岸に嫌なんで、必ずしもその GCF 全体の枠組みとかですね、その仕組み等について全部分かってるわけではありませんので、そのファンディングプロポーザル作りを一緒にやってきましたみずほリサーチの永井さんの資料ですとか、あるいはJICA さんが作られた研修で用いた資料等を利用させて説明させていただきます。ではまず初めにですね、 GCF とはということで、この辺はもう皆さんすでに先ほど小田さんからもご説明ありましたので、
簡単にしたいと思いますけども、要は緩和と適用支援するための基金であると。で、特にその開発、途上国の、開発、あと低炭素及び気候強靭性を持ったものにするパラダイムシフトの促進を目指すものです。で、これは2010年の COP16 で設立が決定されまして、2015年から支援案件の承認が開始されております。で、その支援対象、大きく緩和と適用ということになりますけども、大体 GCF の中では緩和と適用に半分ずつぐらいその資金を割り当てる、という方針に なっております。で、その中です、その適用向けの資金についてはですね、その半分が、島しょ国、あるいは後発途上国、アフリカ諸国、こういったところに優先的に割り当てられる方針ということになっております。で、支援手法、いくつかの支援手法がありまして、例えば補助金と融資、保証、出資、とありますが、この後ご説明いたしますモルジブの GCF 案件はこのうち の一番上のグラントになります。それで、GCF 資金 その配分の仕組みの、全体を示したのが、このスライドなんですけども、大きくですね、3つの、大事な、機関があります。まず、実際その資金を提供するその GCF 事務局ですね。これがあります。ただこの GCF というのは別にその各事業のなんていうかこうマネジメントとか実施を具体的にこう、やっていくところではないので、それをこう担っていく、あるいはそういった事業を提案していくというところが、それがこの AE、アクレディテッドエンティティといわれる認証機関 AE になります。で、ここが日本としては JICA、そして今、UFJ、そして今年、確か三井住友のこの、認証機関の、承認を受けたというふうに聞いております。で、この AE が、そういった事業提案をして、で、実際事業が始まったら、その GCF との、そういった資金の、こうやり取りですね、それを管理していくということになります。それで、その事業を実施する相手国、それの、実施機関ですかね、それが、NDA といわれる、国家指定機関、あるいはFE、フォーカルポイントといわれるところになります。この大きく、この3つの、関係機関で、進めていくというようなことになります。で、まずその、我々が、というか、JICA が、担う、この、実質 GCF 事業を進めていく上での中心的な関係機関であります AE 認証機関ですけども、GCF に対して資金を要請を行う機関、役割を有する機関ということで、この AE になるためにはこれ誰でもなれるわけではなくて、これもなんかいろいろかなりいろんなハードルがあるようで、で、最終的にその GCF 理事会から認定されることで、AE になることができます。で、この AE 機関として国際機関のみならず、地域機関や 国家機関、民間企業や NGO も AE になることが可能です。で、先ほど申しましたように、日本としては2017年に JICA と三菱東京 UFJ 銀行が認定されて、で今年、三井住友が認定されたということになっています。で、先ほどの小田さんの話にもありましたけど、
まあ、この AE としてですね、この GCF 事業をまあ最もこう、まあ、多くやってるのは、まあ、UNDP で、まあ、確か 3割か4割ぐらいはあの UNDP が AE として、やられてる事業が あるというふうに聞いてます。まあ、あとはその ADB ですとか、あのワールドバンクというので、まあ、日本はですね、お金はかなり拠出してるのに対して、実質ほとんど、まあ、今までは、こういったGCF 事業の事業形成が、まあ、できていなかったというので、まあ、このモルジブ案件をきっかけに、これからそれをこう進めていきたいと。という考えかと思います。で、次の NDA 国家指定機関、まあ、これが各その、まあ、事業を展開していく相手国の GCF の担当機関となります。で、まあ、後ほどまたご説明しますけれども、この GCF 事業っていうのはその相手国の、まあ、オーナーシップですとか、それとかまあ、具体的な相手国からの、まあ、資金調達とか、まあ、そういう相手国の強い関与っていうのも非常にこう強く求められます。で、次に、もう一つの最後、その GCF。で、GCF は、まあ、理事会というのがあります。まあ、この理事会で最終的に、各AE が提案され、してきたまあ、そういうファンディングプロポーザルが承認される、まあ、そういう最高、まあ、意思決定機関となります。で、まあ、そのような理事会は大体年に3回、去年は確か4回、まあ、ちょっとコロナでいろいろ変則的なこともあって、4回だったと思いますけども、で、24名の理事及び24名の理事時代で構成されています。日本人も、まあ、理事と、理事代理が一人ずついらっしゃるというふうに聞いています。まあ、事務局そのものは韓国にあるということです。で、これまで、どれくらい各先進国が拠出してきたかと、まあ、これも先ほどのご説明にありましたように、日本はですね、まあ、今米国が拠出していないということで、まあ、イギリスに次いで 第2位で、まあ、最初の、まあ、初期拠出の15億ドルで、第1回の増資が確か、まあ、今年か、ちょっとすみません、もうなされたかどうかっていうのはちょっと未確認なんですけども、それでさらに15億ということで、まあ、日本にすると3000億円、以上の、まあ、非常にこう巨額な支出、日本は支出しているということになります。で、続きまして2番目で、モルジブの GCF 案件概要についてご説明いたします。モルジブの、まあ、今回の提案は、まあ、気候変動に強靭な安全な島づくりプロジェクトということで、今年 の7月にの理事会にて、承認されました。で、事業全体の規模はおよそ70億ドルで、そのうちの GCF 資金を活用する部分が26億程度というので、まあ、資金形態がグラントで、でこの、規模というのは、まあ、その中規模程度という、まあ、そういうカテゴリーに入ります。で、まあ、モルジブはですね、非常にこう標高が低くて、かつ高密度という、ということで、まあ、今後予想される海面、特に海面上昇に対して非常にこう脆弱であるということと、もうすでに、今現在ですね、まあ、かなり深刻な海岸浸食というのが各島で、まあ、進んでおりまして、で、まあ、それに対して国土の強靭化および安全向上を目指すというのがこの事業の
まあ、目的となります。で、最終的にまあ、承認提案し承認された事業は大きく4つのコンポーネントになります。一つは海岸保全防護対策の実施で、この部分、まあ、これは実際 の 現場での工事ですね。海岸保全対策の、まあ、その物理対策を行うというので、この部分が GCF 資金の主なコンポーネントの部分になります。それとあと一部、モルジブ政府のコファイナンス、あとジャイカーコファイナンスも含まれます。で、あと別のコンポーネントとして、統合的沿岸管理計画を策定するというので、中長期的に、まあ、そういった海岸なり、サンゴ礁を、まあ、保全していくという、まあ、それ の, 方針計画を作っていく。でこれは JICA のコファイナンス事業として、まあ、今月から始まった技術協力プロジェクトの中で、実施されていくものです。それ と右側に行きまして、沿岸警報情報体制の整備というので、これも JICA コファイナンスで、これは別事業として、無償で、まあ、やってる JICA 事業を一つのコンポーネントとして、この、GCF 全体事業に取り込んでるものです。最後に、気候変動に関わる基礎データ取得共有ということで、まあ、特に長期的な波浪とか、あと海岸とか、まあ、リーフ、まあ、そういったモニタリング体制を整備していくというので、これも JICA コファイナンス事業として、同じくこれ始まりました、ディプロの中で実施していくことになります。で、このモルジブの GCF 案件形成の経緯ですけども、2017年において、JICA がその AE 機関に認証され、その場で、まあ、モルジブから、まあ、要請があったというふうに聞いております。で、まあ、我々コンサルタントとして、このファンディングプロポーザル作りの業務に関わったのは、その後の、まあ、2018年、うん、当初からで、まあ、おおよそこれまで3年、かけて、まあ、最終的 にそのファンディングプロポーザルが承認されたという、まあ、結構最初はなんとなくファンディングプロポーザルという、そういうことで、まあ、ここまで大変なものではないというふうに思ってたのが、結局、まあ、3年かかってようやく承認されたということになります。で、一番最初にですね、ファンディングプロポーザーを出す前に、まあ、コンセプトノートという、ものを、まあ、その、まあ、概要版みたいな、まあ、これを出したのは、これは開始して、まあ、半年過ぎぐらいの時に出して、で、問題はですね、大変だったのはここからなんですね。で、ここから、実際そのファンディングプロポーザルを、まあ、まず我々あるいはJICAと我々とでもう これでいいだろうという形で出したのが2020年。ただそこからですね、その理事会、最終的に理事会に上げるまでに、まあ、いろんな関門がありまして、まずGCF 事務局の方との調整ということで、その最初に出したファンディングプロポーザルの中身を、まあ、各専門家がですね、GCF の各専門家が、それをこう、細かくチェックしていく。まあ、それが、ここで言われる CIC という、まあ、そういう、チェックの、まあ、そういう、プロセスなんですけども、それも、まあ、まあ、レベル1からレベル3があってですね、レベル1が通過すると、今度レベル2、レベル2が通過するとレベル3ということで、で、そこがクリアになると、今度次に ITAP と言ってます、インディペンデントテクニカルアドバイザリーパネル。これは外部の専門家が、そのファンディングプロポーザルの各
内容についていろいろこうコメントして、それに対応していく。で、そこがようやく通過して初めてこう、まあ、理事会に挙げられると。で、まあ、ということで、まあ、実際理事会に上がれば、まあ、そこで、まあ、落とされるということは確かほとんど今ではほとんどないというふうに聞いてます。というので、この理事会に挙げるまでに非常にこう時間がかかった。まあ、いろんなこう手戻りやり直しがありました。で、次に、3番目で、外部資金の活用、GCF ファンディングプロポーザーの特徴ということで、実際にじゃあファンディングプロポーザーの中身ってどういうものかというのについて少しご説明いたします。まずファンディングプロポーザルというのは、まあ、それはワンセット一つこう作らなきゃいけないんですけども、まあ、その中では、まあ、ここに示すようにセクション A から H までの、8つのセクションにで構成されています。で、まあ、この中でですね、まあ、特にそのセクション B にありますクライメートラショナル、それとセオリーオブチェンジ、まあ、この辺、まあ、これは、そうですね、要はそういった気候変動の影響というのをこう、まあ、科学的に、まあ、ちゃんとその根拠を説明するところ、あるいは、シオリーオブチェンジ、まあ、この事業をやることによって、その国が、まあ、どのような社会的な変革をもたらすのか。というようなことを説明するようなところです。まあ、それと、あと、そうですね、例えば、あと、まあ、セクション D の Expected Performance。まあ、これも GCF の投資基準に沿って、まあ、いろんな記述が必要になっていきます。それと、セクション E のその、ロジカルフレームワーク、その、まあ、論理的、枠組み。まあ、この中では GCF が設定するテーマや指標に沿った記載が必要になっていくというので、まあ先ほどの小沢さんの話にもありましたけど、非常にこう何て言うかな、こうロジックを気候変動に対してなんでこの事業が必要で、まあそれがその成果がどういうふうにその国に対してこう影響というか、まあ変革をもたらしていくかっていうようなところを非常にこう、まあ、科学的かつ論理的に、作文を作っていかなきゃいけないというところが、まあ、これまで私も自分自身で、まあ、関わってきた業務と、まあ、大きく違う。まあ、普通な業務はなんていうかな、まあ、これをやる、でそのためにまあ、いろんな検討をするみたいな、まあ、そこが出発点なんですけど、そこにたどり着くまでの論理的な説明、っていうのが非常にこう強く求められるというところが、まあ他の案件とはだいぶ違うところかなというふうに思います。で、最後に、まあ、アネックスで、これはファンディングプロポーザーはこうなんですけども、実際それをこうバックアップするためのさまざまなアネックスが、まあ、それも同時に提出する必要があってですね、それ全部積み上げると多分そうですね、もう報告書で、まあ、1メーターはちょっと大げさかもしれないですけど、もう本当にそれぐらいのボリュームのあるもので、もう本当に途中でもかなりくじけそうになりましたね。それでですね、GCF の6つの投資基準を示したのがこの、スライドですけども、まあ、インパクトポテンシャル、GCF の目的に貢献するか、パラダイムシフトポテンシャル、一つのプロジェクトやプログラムを超えたインパクトをもたらすか、で次に持続可能な発展のポテンシャルで、支援を受ける国のニーズ、支援を受ける国のオーナーシップ、効率と効果、まあ、こういった6つの基準で、まあ、それが具体的にどういうふうになるのかというのをファンディングプロポーザーの中で説明していくというのが必要になります。それでアネックスなんですけども、まあ、それの各バック
ックアップというか根拠となる、まあ、その資料を、まあ、全部で21ですかのアレックスを用意しなきゃいけないと。まあ、例えばその一つアネックス2なんかで、まあ、その FS レポートが必要であったり、あとアネックス3で、まあ、エコノミックファイナンシャルアナリスの、まあ、そういったレポートが必要になっているというので、非常に膨大なレポートが求められる。で、まあ、この辺もですね、まあ GCM の理事会なんかでですね、特にその途上国の、まあ、そういう担当者からいつもこう不満に、でこう言われるのが、あまりにもこの、ファンディングプロポーザル作る上での、まあ、ハードルが高すぎるというので、結局やっぱりそういうのに慣れてる立てたところでないとなかなかこういうのを作っていけないいうところが非常に、途上国の、まあ、そういった担当機関が GCM に対して不満に、思って、まあ、そこを改善してほしいという声が あります。で、事業提案のロジックの基本的な組み立て、ということで、まず問題を抽出して類型化して、その解決の、方針策定をして、その障害、解決を阻む障害を特定し、その上で、何を事業を提案していくという、まあ、こういった基本的にはこういった流れで、説明していく。で、これをまあ、論理的に説明していくというところがTheory of Changeになります。で、次にですね、まあ、ここまでが、まあ、GCF、あと、まあ、モルジブの GCF 事業の、まあ、概要ということで、少し、次にモルジブの概要についてご説明いたします。まあ、モルジブはですね、インドの、まあ、南、側にこう、位置する、全部で1200ぐらいの島が、南北700キロぐらいにわたって、散らばってる、まあ、そういう小島嶼国です。で、すいません。で、ちょっとこのスライドは、まあ、同じ島嶼国、小島嶼国のいくつかをこう比較したものですけども、まあ、例えばキリバス、マーシャル、ツバル、まあ、ここに載ってる、まあ、全て基本的にその3号砂礫が、まあ、波によってこう打ち上げられて、陸地を形成しているというので、火山性の、島嶼国とは違う。要は まあ、基本的にその3号砂礫が波で、堆積してできた土地なので、まあ、どこも非常に標高は低い。まあ、その中でもモルジブは特にですね、一番下にある平均標高 1.5 メーター、平均海面から 1.5 メーター、他の同じような珊瑚礁で、形成されている島嶼国に比べても非常にこう標高が低くて、かつ人口密度、上から3番目の人口密度を見ますと極端に高人口密度の国となっています。で、まあ、これからやはりまあ、今後今言われてます海面上昇が生じた時には非常に、まあ、他の島嶼国に比べてもリスクが高いということがわかるかと思います。で、現在そのモルジブ、でモルジブはですね、その1200ある島のうちで、住民が住む島っていうのが大体200ぐらい、まあ、住民島といわれるが、それは200ぐらいあります。島ごとに、まあ、役割がはっきりしまして、その住民島があって、あと、いわゆる皆さんがこうイメージするモルジブのそういう
観光のその、リゾートと、それと、まあ、あとは産業と、というような、まあ、それとあと鉄鉄火山無人島と、まあ、そんなような形に分かれてます。で、今回のこの GCF 事業は、その住民島に着目したある事業となります。で今、まあ、そのモルジブの対象の島が抱える問題として、気候変動の海面上昇による外力の増大と海岸浸食の助長、高波浸水被害の頻発化、甚大化と、まあ、それに伴うその国土消失の加速化。で、2点目として、沿岸域のさらなる開発集中化による居住地、重要インフラの暴露性の増大。で3点目、経済発展に伴う沿岸開発や不適切な海岸対策による海岸の改変人工化、それによる砂浜やサンゴ礁の持つ自然の防波機の低下と海岸侵食問題の潜在。で4点目、気候変動およびその対応を検討する上で必要な基礎情報データ不足により、まあ、関係者間で の, その情報を共有不足による、まあ、気候変動の取り組みの遅れ、またはミスリードの危険性、それと、まあ、地域住民への、まあ、海岸および海岸保全へ の, その関心低下による海岸環境の悪化、まあ、それによる住民レベルでの海岸維持活動の取り組み不足、それと最後に、島民への災害に対する情報入手伝達避難手段の不備、および独立したここの島であるといった避難事情の特異性による、災害リスクの増大というようなあの問題を抱えております。で、次に、まあ、具体的にちょっとモルジブのその住民等の、あの状況をあの、お見せいたします。今回の事業はですね、まあ、モルジブはあの南北に700キロぐらいこうあの分散している島の環礁の中の特に南部の2つのこの、ラームとあとアッドゥという2つの環礁、での事業を提案しています。というのはですね、まあ、これはあの、まあ、そういったあの緯度の関係でですね、南部ほどその標高、陸地の標高があの低い。あこれちなみにあの赤道はちょうどこのラームとアッドゥの真ん中あたりをこう、通過する、まあ、この辺りが赤道になりますので、まあ、波そのものはですね、こういった北部の方が低気圧 あるいはたまにこうあのサイクロンがには襲来するんですけども、で南部はそういったの、特殊な波自体はまあ、頻度としては少ないんですけども、ただあの標高はその分ですね、南部の方が低くて、で今後の気候変動による、まあ、その海面上昇に対するリスクは、やはりその、まあ、標高が低いということで、まあ、南部の方が高いというようなことで、あのこの2つの島を選んでます。あ、2つの環礁を選んでます。まあ、その環礁のイメージ、断面系のイメージはこんなような形ですね。陸域は、まあ、特に南部はさらに低くて、まあ、あの水面から、まあ、1メーター、1.2 メーター、まあ、その程度です。で、実際にですね、こういった住民島は今、あの沿岸域で、まあ、いろんなこう人為的なまあ、経済開発に伴ってこう人為的なあの改変がされています。まあ、大きいのはやっぱりこう港を作ったりとかいうので、まあそれによってですね、まあ、あの砂の流れが変わって、その下手側で大きく浸食したりですね、あるいはその港を作ると同時にリーフ上にその航路を確保するためにリーフ上をこう掘削して、まあ、それによって、砂のこう供給が、まあ、あのに、こう影響を及ぼしたり、あるいは、まあ、これもそうですね、この滑走路を作るために、まあ、これはあの本当にあのどこの国でもよくあるんですが、やっぱり一番取りやすいところから土砂を取ってくるっていうので、そのリーフ上を深く、
掘削して、まあ、その土砂を使って新たに、こう埋め立てをしたり、であとその島内のいろんなインフラ開発に必要な建材、材料をのその土砂を取得するためにそのために、そのリーフ上から土砂を取得したり、あとは各個人個人でも海岸から勝手に、サンゴ砂礫を取ってしまったりですね。で、海岸が一度おかしくなると今度は、それをちょっとプロテクトしなきゃいかんというので、彼らがよくやるのはもう砂浜上ギリギリに、こういった護岸を作ってですね、でこれによってさらに、本来とどまる、ことが できてたはずの、砂がその反射波の影響とか潜伏によってとど、まることが できなくなって、さらに、砂浜がなくなっていくというような悪循環になっている。あるいは、住民等の、そういった水質の悪化に伴って、昔は潤沢にこう砂がですね、リーフからこう供給されてたのが、その不栄養化に伴ってリーフ上で、海藻が非常にこう繁茂してですね、その沖から砂が来なくなってしまったと。で、これなんかは これも気候変動対策と称して、結局、リーフそのものっていうのはやっぱり先ほどご説明したように自然の防波機能を有しているんですけども、それをこう、全部こう、埋め立ててですね、さらになんていうかな、こう沖の方にどんどん進出 していったりと、という、これまでモルジブで、これなかなか GCF のファンディングプロポーザーの中ではこれを言ってしまうと GCF アンチにならないんですけど、実際今まで生じているモルジブでのこういった海岸侵食問題のほとんどは人為的な影響によるものと言っても過言ではないと思います。ただそれをそのように説明すると GCF 事業として成立しないというので、それをちょっとここに書いてたんですけども、通常はですね、通常の海岸事業はすでにこう生じてきた海岸侵食等の海岸問題に対して対応することを目的として事業が形成されます。一方その GCF の事業形成においては、まずですね、これからこの2番目の今後気候変動によってさらに、どのような深刻なリスクが生じるか、これは結構皆さん考えるところなんですけども、これまで生じてきた、そういった問題が、それもですね、すでにこう気候変動の影響によって、生じてきてるんだというところもある程度こう科学的根拠を持って説明しないと、なかなか GCF 事業として、認めてもらえないというのがありました。それで、次にで、気候変動の影響ということで、その気候変動リスクの中でも、いろんな要素がありますけども、特にモルジブではその海面上昇が最も、深刻な気候変動リスクとなります。というので、まずこれまでにじゃあどういうモルジブで海面上昇が生じてきたのかというのを、まずは調べる。で、過去33年間における上昇量としては、年平均でいうと 3.2 ミリメーターで、これはIPCC などでこう示されている、全世界平均なんかと比べて特に大きい数字ではないと思います。でこれに対して、いくつかの その RCP シナリオで、今後どうなるかと、で今回は2100年まででどうなるかというところで、今後のまず海面上昇がどうなるか、モルジブでどうなるかというのを示して、で、少し技術的なところで、
まあ、あの、まあ、黒というか、あの、示さなければいけないのが、じゃあそれによって、実際海岸線がどういうふうになるのかというところをある程度その技術的な根拠で示さなければいけない。で、なかなかですね、あの、まあ、これがその水位が上がった時に、まあ、海岸のこう断面系がどうなるかというのを示したイメージ図なんですけども、まあ、単純にこう水位が上がってその分、海岸線が後退するというのに加えてですね、リーフ上の場合は水深が深くなるとそれにあの比例して、波も大きくなりますんで、その大きくなった波によって、今までのこういう海浜断面系があの変わる、その波に合った形にこう変形するというので、まあ、イメージとしては、まあ、それによってもさらにあの後退するというのがあって、まあ、これをじゃあどうやって評価するかというので、なかなか、まあ、こういうところあのまだあの研究してる、まあ、そういったあの利用できる、まあ、論文も少なくてですね、で、まあ、この辺については少しあのあの今回あの、まあ、新たに、少しあの、まあ、そういったあの算定法を、まあ、提案して、でそれを用いて例えばじゃあ今後あ2100年までに各島でどれぐらい、その島がの面積が消失するかというのを一応あの数字としてこう、まあ、示す。で、まあ、当然小さい島ほどその影響が大きくてですね、例えばここでいうあのマーメンドゥ島っていうのは2100年ではまあ、最も危険なシナリオですと、もうあの 40% 近い、国土が消失するというようなあの結果になっています。で、さらに今まですでに、まあ、人為的にこう悪くなっているところにそういうのが加わるとどうなるというのも、まあ、こういった形で検討するというので、で先ほど申しましたように、まあ、これまで生じてきた海岸浸食が人為的影響のみで生じているものに対する事業提案だと GCF 事業としての必要性必然性がないというの、まあ、これもですね最初 の最初に出したプロポーザーはそういうところまで考えが及ばずですね、まあ、今後どういうふうにリスクが高まるかというところで書いてたのですけども、これじゃダメだというので、まあ、ほとんどあの全面的にもう一回やり直ししてですね、で、事業を実施することによる今後の気候変動リスクに対する、効果を説明するだけでは不十分であり、これまで生じてきた海岸浸食が海面上昇による影響でも生じてきたということを理論的に示すということが求められましたっていうので、まあ、あのそれに対してまた少しあの、まあ、頭を悩ませて、まあ、それを、まあ、ある程度こう定量的にまあ、検討して、というような、まあ、そういうようなあのやり取りをこう、まあ、何回もして結局、2年ぐらいかかったということになります。で、最終的にその提案するコンポーネント、まあ、これはあの先ほどもご説明したように全部で4つのコンポーネントがあります。で、GCF 資金 を主に使ってやるのが、まあ、その物理対策、実際現地で物理対策をするコンポーネント2となります。で、それ以外は、あの、JICA のコファイナンス事業で実施する。いうので、そのコンポーネント2、まあ、具体的にはですね、5つの島の、あの、5海岸での海岸保全、防護対策を行います。で、メインは、まあ、その防護だけでなくて、その海岸 その利用環境も考えた基本は用品対策を、まあ、3海岸で行います。まあ、あと、まあ、用品でこの用品が本当にあの気候変動対策として、適切なのかと、まあ、そういったコメントもあの非常にこう GCF の方からあの何度もあったんですけども、やはりで今までのこういったの海岸適応策の多いのはやっぱりその護岸を作ったりで、その、将来的な海面上昇を考慮して護岸の高さを高くするとかですね、
ただやっぱりそれは本当に、サステナブルなのかどうかっていうところを、まあ、JICA さんとのですね、まあ、何度もこう、協議してですね、やっぱりその気候変動という不確実性も含め、 あるいはそこに、そのために今からこう我慢を強いるんではなくて、やっぱり順応的に対応していくことも大事だろうということで、最終的に今そういった考えがGCF の方にも理解していただいたということになります。で、最後にですね、ちょっとファンディングプロポーザル作成過程における留意点ということでまとめましたけども、事業のニーズや貢献とともに変革オーナーシップ持続性が他事業以上に求められます。で、特にファンディングプロポーザルのクライメートラショナルにおける気候変動とその影響に関する最新かつ高度な定量的説明が必要、またセオリーオブチェンジでの気候変動事業としての必要性必然性に関する議論整然とした論理展開が必要、まあ、それ以外に、まあ、いろいろ GCF 独特の作法ですとか、まあ、いろんな細かいチェックが あると。ただですね、まあ、GCF もまあいろんなこうコメントを言ってきて言うんですけど、やっぱりおかしい、いやそれはそうじゃないんだ、ね、じゃないんじゃないかという、まあ、そういったコメントもあって、まあ、そういう時はもうこちらの何て言うかな考えを、まあ、説明して、まあ、押し返すところは まあ、押し返して、まあ、それでこう議論しながら、まあ、進めていくというようなことで、やりました。はい、すいません、ちょっと時間を1分ほどオーバーしてすいません。以上です。どうもありがとうございました。続きまして CTCN の概要と案件形成の実績でデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーの玉原さん、お願いいたします。少々お待ちくださいませ。それでは画面共有させていただきます。よろしくお願いします。デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリーの、クライメートファイナンスチームというところがありまして、そこに所属している玉丸と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。冒頭で織田様からもあった通りなんですけども、この CTCN という、まあ、気候資金 を活用して、案件形成をするということを今年度取り組んでおりまして、まあ、それまだ今年度いっぱい続いておりますので、まだ事業完了はしてないんですけども、これまでの経験を踏まえて分かったこと等をお伝えできればなというふうに思っております。ちょっと3つ目のプレゼンということでお疲れかと思いますので、ポイントを絞っていければなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。流れとしてはどういった背景でこの事業をやっているかという事業背景をお伝えした上で、CTCN とは何ぞやという話、あとは今年度やってみてどういう状況かというのをお伝えできればと思います。はい。で、このプロジェクト、環境省様からの委託という形でやらせていただいております。で、その、まあ、環境省様の事業の課題感というのをここで整理しています。ちょっと文字がいろいろと多くて恐縮なんです。このハイライト、河川が入っているところだけいきますと、まあ、せっかくこういった気候資金という公的資金があるものの、あまりうまく活用できていないというところが課題感としてはあります。で、まあ、支援対象国をうまく巻き込んで、でかつ日本の技術もしっかり生きるような形の案件形成ができればというふうなことを考えています。で、こう実施にあたってはどういうことをやっていっているかといいますと、まあ、技術とニーズの、まあ、マッチングも、そうですし、関係者の調整巻き込みというようなこともやっています。で、最終的には CTCN というのはこの後ご説明しますけれども、途上国政府から提出しないといけないんですけれども、その申請書のドラフトまでをこの事業の中で弊社でやるというふうな形でやっています。で、こう、まあ、同じく課題意識をもう整理してはいるんですけれども、同じことですかね。この赤い部分でいきますと、変わりゆくこの気候というものに対して途上国が適切に適応して発展
することの後押しになるという大義があります。で、とはいえ、冒頭の織田さんのプレゼンでもあった通り、こう本当に多様なニーズ、多様な適用ニーズというのがありますので、それでしっかり答える技術っていうのを提供して、でかつ採算の取れるようにしていくっていうことは、まあ、非常に難しいというか大変だというのは言わずもがなかなと思っています。で、その大変さを少しでも和らげるために、こういった国際機関の資金枠組みっていうのは、もうこの10年近く運用されています技術移転 の、 仕組みとしての CTCN というのがありますので、これも活用して、日本企業も活躍できるし、途上国の役にも立てるというようなものを作れないかというふうに考えています。で、この業務としてはどんな流れ、どんなタスクを管理いくかという、やっているかということでいきますと、まず対象国のニーズを把握して、で、日本の技術が役立てるものっていうのはどこかっていうので、技術の抽出をして、でこの2つをマッチングしていくと。で、このマッチングしている中で、どういう案件があり得るかっていう案件のデザインも合わせてやります。で、このデザインが、コンセプトが決まってきた段階で、途上国側にこんなのどうというのを、サウンディングして、で、関心ありやなしや、なければもう終わりなんですけども、ありの場合でもここはこうしてほしいっていうような、いろんな修正がありますので、そこで、もろもろ調整をして、で、実際申請書の形に落としていくというような流れで動いています。で、この、じゃあ CTCN では何なのかというところなんですけども、気候技術センターネットワーク、クライメートテクノロジーセンターネットワークという、ネットワーク組織でして、気候変動対策における途上国への、先進国から途上国への技術移転を支援しています。で、これはネットワーク機関で、このユニドだとかユネップだとかといういくつかの国際機関が中心となって組織しています。で、いろんな活動を CTC にはやっているんですけども、その一つの大きなものとしてテクニカルアシスタンスということをやっています。で、そのテクニカルアシスタンスの中に、レスポンスプロジェクトというような枠がありまして、この左の図の、 この赤枠で囲っている方を今狙おうとしているんですが、途上国の方から提案をして、で、CTCN が承認した場合、この最大1年間で25万米ドル、日本で言うと3000万円弱の資金支援というのがつきます。もう一つ、ちっちゃな数ヶ月、2、3ヶ月単位の最大5万ドル程度というものもあるんですけども、今回に関しては、この25万ドルの枠、レスポンスプロジェクトでの採択を目指しています。で、このレスポンスプロジェクトもそうなんですけど、どういう技術サポート、CTCN をやっているかといいますと、まず第一にこの技術評価、ニーズに沿った技術ですとか、技術課題を特定していくということを支援したり、実際この技術というのが特定されていれば、それの導入の、パイロットですね、パイロットの支援みたいなこともやっています。で、技術実証、こういった技術評価だけではなくて、政策計画づくりの支援みたいなこともやっています。で、他にも研修トレーニングを提供したり、ツール、例えばで、そうですね、シミュレーション、例えば今後の洪水なり気候の変動のシミュレーションに基づいた意思決定のツールみたいなことを提供したりもしています。で、今回に関しては、この技術評価の枠、技術実証というのが一番、当てはまれるかなというふうに考えています。で、これまで、どんな案件がされてきたかというのを少し2、3ページご説明します。で、全体感でいくと、だいたい400件ぐらい、これまで CPCN のこのテクニカルアシスタンスというプロジェクトがやられています。で、そのうち、純粋な適用というのは4分の1のテーマで、緩和と適用の両方あるというのがまたさらに4分の1で、両方合わせると、適用関連が半分、200件ぐらい、200件弱ですね、あります。で、そのうちで、見ていくと、水のテーマだったり、早期警報だったり、先ほどのモルチブのような沿岸管理みたいなところ、そういったテーマが複数、これまで採択されてきています。で、この災害
周りも多くありまして、災害防災のテーマであったりとか、あとは生態系を生かした形での気候変動対策っていうものも多く案件のテーマとしては採択されています。で、まあ、いろんなポイントはあるんですけども、まあ、要請書を申請書を書いて審査していく上でのポイントいくつかある中でいくと、この緑で書いている部分だけお伝えすると、まあ、これまで の、その当該国での気候変動政策と整合性が取れているかというのは、まず第一のチェックポイントとして入っていきます。あとはこの CTCA の技術検証以降、技術検証して終わりではなく、GCF ですとかより大きな形にしていくというのは CTCN も意図しているところでありますので、この技術検証以降はどうやるんだと、どんな課題があるんだということを洗い出すことも必要とされています。で、エビデンスに基づく提案、これも先ほど日本公園の尾中様からもありましたけれども、エビデンス、クライメートジャスティフィケーションがちゃんとあるかと、気候変動との関連性がちゃんと示せるかということは、これもまた見られています。で、対象国のニーズにかなっているのはもちろんそうなんですけど、前例が少ないような取り組みの方がより採択されやすいというようなことになっているという傾向があります。で、じゃあ例えばどんなことが採択されているかというと、今年の4月に採択された東アフリカブルンジの案件でいくと、まあ、水管理の分野で提案されています。で、まあ、安価で繰り返し使えて、でこう動かす可動式の、洪水堤防のようなものですかね、技術を、パイロットセットに入れて見るということの資金を、獲得しています。で、これ実証後はどうするつもりかというと、国全体にこの技術を展開したいですというようなことで、提案されています。で、まあ、現状課題、どういう、 こう気候変動の問題が起こっていて、なぜこの技術が必要かみたいなことが、まあ、申請書では書かれていて、で CTCN では何を要請しているかというと、この技術実証もそうですし、評価、その後の効果検証のフレームワーク作りだとか、これを国全体にスケールアップしていくにあたって の、ロードマップ作りみたいなところの、資金を支援しています。で、もう一つだけ事例としては、カリブ海の小さな島、セントクリストファーネイビスというところで、一件また、今年の6月に採択されています。で、これは、干ばつですね。この島では干ばつが一番の気候変動リスクということで、干ばつの予測モデルを、政策決定プロセスに入れるということで、支援を受けています。で、そうですね、具体的に何かというと、まあ、水資源そもそもどういう状況にあるのかという、この国の、この島の水資源状況の把握をして、で、この干ばつ予測モデル、いろいろある中でどれが適切かというのを選んで、で、この選んだモデルの、ちゃんと回せるように研修までやるというので、25万米ドルいかないし、20から 22.5 万米ドルということで支援を受けています。で、今後の取り組み、まあ、あんまりそんなに明確には書いてなかったんですけども、このモデルを回してみて改善しますという話と、まあ、水資源の供給力を増やすような取り組みをしますというようなことを研究しています。で、こういった、まあ、敷地支援 の事例があるんですけども、こんなものをいろいろと企画して、日本の企業が関わるような形で、企画できないかなということを考えています。で、このプロセスで言うと、今現在、弊社と関係省様との方で、そういった案件の仕込みみたいなことをやっています。で、無事に採択されれば、CTCN での実証が1年間あって、で、その後すぐに行ければいいんですけど、まあ、その間、またさらにいろいろ検討はあるとは思うんですけども、最終的には GCF ですとか、より大きなファンディングの機会っていうので、より大きな活動を広げていきたいというふうに思っています。で、関わりとしては、弊社が、まあ、環境省の自宅してはいるんですけれども、技術をお持ちの企業様と連携させていただいて、で、途上政府の方にサウンディングして持ちかけてということをやっています。で、そこでの、まあ、ニーズ情報もベースとして申請書を書いて、で、まあ、その申請書に対して、まだこうだと、途上国政府にも言っていただいて、ニーズ、
要望を反映します。で、それで OK となれば、東部国政府から CTCN に提出するという流れになります。で、この CTCN が少し特徴的なんですけれども、まあ、この、途上国の政府からではなければ、そもそも申請できないというのもそうなんですが、まあ、無事にこの途上国政府が出した提案が採択されたとした場合も、その後実施体制を公募するというようなプロセスが入ってきます。で、採択されたプロジェクトに対して CTCN が、まあ、こんなプロジェクトがあるよと、誰かやってくれないかということを CTCN のネットワーク機関に対して公募します。で、その公募にこのネットワーク機関の、まあ、プレイヤーも含んだ体制で応札して、で、それが無事に取れれば、ようやく途上国政府と一緒に実証事業ができるというような流れになります。で、今現在、日本のこのネットワーク登録機関っていうのが8社、8機関、弊社も含めて8つあります。で、技術をお持ちの企業様ですとか、そういったところは、このネットワーク機関、どこかと組んで、チームを組んで応札していくということが必要になってきます。で、GCF のところは、もう先ほど、小野さんからもありましたので、あまり細かくは話していませんけれども、GCF も同じく認証機関経由でなければ提案もできませんので、認証機関と一緒になって動くということが必要になってきます。で、ようやく、はい、おそらく私のプレゼンの本題になると思うんですけれども、じゃあ CTCN、今年度、案件形成やってみてどうだったかというのをこれ以降で説明します。で、7月に、この事業を開始 しまして、当初予定では年内、そうですね、1月ぐらいにはもう申請書全部出せているというようなことを目指してやってはいたんですけれども、なかなかそう簡単にはいきませんで、期限としてはまあ2月いっぱいまでになんとか5件、出したいというふうに考えています。で、5件申請書を出して、目標としては2件 CTCN に採択されれば、確率としては4割なんですけども、そういったものの数時間で目指しています。で、プロセスとして、まあ、有望技術企業様の、まあ、探索というか、探しというところから始まって、このニーズ、この技術と合うようなニーズをマッチングして、企画を設計すると。で、まあ、ここでいいマッチング企画ができてきたら、この技術企業っていうのが、この後公募のプロセスも入ってきますので、そこでも勝てそうかですとか、優位性がありそうかというような話も、出てきます。で、まあ、これもいけそうだというふうになってきた場合には、現地ニーズをもう一度、すり合わせる必要がありますし、それぞれの国で、活動されている JICA 様ですとか、さまざまありますので、それらの企画との住み分けですとか、すり合わせというのことをやっています。で、現地当局にようやく打診、この段階で打診する場合もあれば、このまあニーズマッチングの段階でソフトに聞いている場合もあるんですけれども、あまり関係性が近くない現地当局に対しては、これぐらい固まった段階でようやくサウンディングということをしています。で、そこで OK となれば、申請中のドラフトして、そのまま手直ししてということをやっています。今現在、この横軸にそのプロセスを置いて、で、縦軸にどんな案件があるかというのを、ここの図で示しています。で、1から3の案件を、まあまあ角度高く やれていて、まあ、おそらく最後までいけるかなと期待しています。で、残り2件、5件ゴールにしていますね。残り2件どこでいけるかというのは、まだオンゴーインというところです。で、この角度高めの一番上のパラオ3、まあ、サンゴ礁保全と、あとは防災ですね、沿岸防災の話で、パラオの島でやろうという話を一つしています。実実証ですね。で、これは順調に進んで、申請書のファーストドラフトっていうのが、まあ、ほぼほぼできてきている段階です。で、当局の OK ももらっていると。で、パレスチナでの海水淡水化の話も動いています。これも当局からは、コンセプトレベルでは OK をもらっているんですけども、まあ、この水関連のセクターなんですけども、まあ、ベースラインサーベイをやろうということで、それをやっています。で、ケニアのところ、ケニアでも水問題は
気候変動絡みでたくさんあるんですけども、まあ、水質改善というテーマで動いています。これも、水の現地当局からはコンセプトレベルでの OK をもらっていて、で、まあ、実際どのパイロットサイトでやるかというようなことを今詰めています。で、4つ目、これももう少しかなというところであるんですが、インドネシアも、まあ、いろんな災害がある中で洪水も気候変動でさらに増えているという現状があるんですけども、まあ、その洪水シミュレーションをまあ回して対策検討するというような企画で、現地ニーズ周辺関係者のすり合わせを今やっているところです。で、現地当局へのアポも取り始めたというようなところにいます。で、他にまあベトナムでのまあ森林防災ですとか、地盤沈下の話ですとか、あとはカンボジアのところでも同じく水のテーマっていうのはあるんですけども、まあ、それぞれちょっとまだ当局と話せていないですとか、ニーズがまだ具体的でないというようなところがあって、まだこの辺は進捗はこれからの段階というところにいます。このリストに載るので、まあ、とりあえず7件なんですけど、他にも、検討はしたけども断念した企画というのもいくつかありまして、断念するになってしまった理由としては、主に3つで、現地ニーズの把握がなかなかできなかったと、深いところまで現地ニーズを把握できず、いまいち企画は深掘れないというところで、もう1つは気候変動の関連性が薄いというところで、CTCN では採択の可能性低いだろうというので、案件が進めなかったと、まあ、あとはニーズはなんとなく分かってはいるんですけど、現地当局とあまり関係性が近くないということで、なかなかそこに近づけず、最終的にこれは現地当局から出してもらわないといけないところですので、そこがハードルとなって進捗を阻んでいるようなものもあります。で、このあと4つほど、角度高めに進めている案件の概要をご説明します。1つ目がパラオのもので、海水温が気候変動によって上昇しているというのは客観的事実としてあって、でその上昇にも耐えるようなサンゴ礁というのがいると、で、まあ、自然の種としてそれがいるんですけども、まあ、それを人間の手を、多少入れて、増やそうというような技術があります。で、沿岸部にそれを、まあ、増やしたサンゴ礁を、移植して、でこう沿岸防災にも役立てるというようなことを狙っています。でもちろんサンゴをこういった、まあ、手間をかけて、防災に役立てるということなんですけども、そのエコツーリズムっていうものへの貢献ですとか、生態系保存への貢献ももちろん見込んでいます。で、この、まあ、パラオなんですけども、これまで、まあ、このサンゴ礁の問題があっていろいろと取り組んできているという国の背景もありますし、現地にそういった海洋保全のセンターっていうのもあるというのが大きな理由として、このサイト、この国を選んでいます。で、CTCN 何をサポートを依頼しているかというと、パイロットサイトでのこのサンゴ養成、移植というのを活動資金ですとか、現地機関、パラオにある現地機関へのサンゴ保全技術のトレーニングの費用、あとはまあ現地コミュニティの巻き込みも必要になってきますので、そこの費用と、このあと GCF での本格展開というのを狙っていますので、そこの準備というので、この辺の活動資金を、要請する予定です。でこの CTCN の後、何を狙っているかというと、南太平洋の他の島国での、で同じような形で企画を展開して、沿岸防災というのを本格的に広げたいというふうに思っています。でもう一つ、この1年間 CTCN の枠組みであるんですけども、このサンゴの保全ということでいくと、5年サイクル、移植して、でそこからさらにかその移植したものが再生して、さらに生殖活動して広げるというプロセスが完了するのに5年かかるということで、残りの4年あるいは3年の部分での、モニタリングということも必要になってきます。でこの案件が、順調に進んでいる要因と難しかった要因みたいなことを下に書いているんですけども、対象国の気候変動政策との整合性を取るというのはもちろんなんですが、現地に企画を実行できる機関がいるというのは一つ大きな、順調にいっている要因かなと思っています。
あとはまあ気候変動の関連性が比較的示しやすいサンゴというところは非常に気候変動との関連性が示しやすいところではありますので、そこがやりやすかったっていうのはあります。あとはこの元サンゴ保全の技術をお持ちの日本の企業様がおられたと。で、それをかかっていただけたというのもあります。で、ちょっとまだ大変苦戦している要素としては、現地当局との関係性がちょっと弱い部分があるので、そこの関係性作りを、やっているというのはあります。で、もう一つ、CTC の以外でも、関連するこの別事業の企画も立ち上がったということで、企画の住み分けも必要になっているというところがあります。で、パレスチナのところも、同じく、気候変動によって水のテーマで、困ったところはたくさんあるんですけども、あれです、海水が地下水に浸水して、で、飲料水がかなり供給の制限を受けていると。いうのが問題としてあります。もともと紛争のある国であったり人口が増えているといった気候変動以外の要因ももちろんあるんですけれども、気候変動がさらにその課題を悪化させているというところもあると。で、現状いろいろとパレスチナ政府も取り組んでいるんですけれども、海水淡水化の小型の企画っていうのも、数年前から走っているんですが、なかなかイスラエルの経済封鎖の話もあって、うまく進んでいないと。で、小型の、淡水化装置っていうのを日本の企業が、提供しているのがありますので、小型のものを、いくつか持ち込んで、家庭向けですとか、コミュニティ向けに小さくやる分であればやりやすいかなということで、海水淡水化の企画を進めて。で、これも順調にいっている、気候変動の関連性が示しやすかったり、気候変動関政策との整合性が取れていると。この国の気候変動適用政策の中で水セクターの重要課題としてこういった技術ニーズが取り上げられていますので、そこから入りやすいというのはありました。で、あと弊社がなんですけども、弊社がこのパレスチナの政府と前から関係性があることで、ニーズをしっかりと理解できていたというのと、いい関係に入れたということは非常に大きなポイントだったかなと思っています。はい、で、小型の装置をお持ち の日本企業様にも関わっていただけることになったと。なかなかパレスチナという国だけで見ると、市場性というのは限りはあるんですけれども、その中でも、しっかり関わって貢献していただしていくということを示していただけるのは非常にありがたかったなと思っています。あと、パレスチナ当局側から、この水セクターのベースラインサーベイをやりたいというのが途中から出てきたんですけども、そこに対しても、機動的に、環境省様を含めて対応していただけたので、この企画というのは前に進めているかなというふうに思っています。ケニアのところ、ケニアも気候変動の問題、水でありまして、あそこは降雨パターンが変わるということで、大きく集中的に雨が降ったり、逆に全く降らない期間ができたりという、この激しさがどんどん過激になっていくというのが予測されているところであります。で、雨が多く降る、プラス森林が荒廃しているという部分もありまして、でかつ川から飲料水を取っているんです部分が多いんですけれども、水の濁りが非常に増していると。で、現地の水の公社の、設備能力ではその濁りがうまく処理できずにそのまま流されているようなところがあるので、そうですね、そこの問題に取り組むというような提案がテーマでやっています。で、ここをうまくいっている部分としては、気候変動政策はもちろんそうですし、対象国に依然かなっているもそうなんですが、現地で活動実績のある日本企業が関与できているというのは大きなところです。で、現地ニーズの理解ですとか、当局との関係性というのはちょっと弱い部分があったり、気候変動との関連性はもちろんあるんですけど、エビデンスとしてはちょっと弱い部分、データとしては弱い部分があるというのも、苦労している部分ではあります。すみません、最後にもう一つ、インドネシアのところ、少し時間もしているようでですね。洪水が問題となっていて、予測シミュレーションを入れて、
で対策検討するというような企画です。で、これも、もうちょっとで当局に話を持ってきるところまで詰めてきています。で、ここも気候変動との関連性が示しやすいですとか、現地で活動実績、これまでも企画を進めているような、事業者さんが関わってくださっているというのが大きなポイントとして前に進んでいます。ちょっとニーズ把握が弱いというところも、ここもまた、難しさの一つとしてのありました。はい、すみません、最後のスライドになります。で、まとめとして、見えてきたこと、まだ事業完了前ですので、あくまで暫定的なまとめなんですが、国際機構資金を使おうと思ったときに、必要な要素として、そもそもないと企画は立ち上がらないものとして、気候変動政策との整合性が取れていること、退職ニーズにかなっていること、で、大中様の方にもあった気候変動との関連性をちゃんと示すロジックがある。エビデンス、必ずしも客観的なエビデンスまでなくても、しっかりとしたロジックがあれば通れる部分はあるんですけども、この両方ないとちょっとしんどいと。で、気候資金の理解があるというようなところが、そもそもないと企画は立たないかなというところはあります。で、さらにその先で、前に進めれるかどうかというところでいくと、対象国のニーズ、気候変動政策のニーズに対する深い理解があるか、現地当局との良好な関係を築けるかというのは非常に大きいかと。で、当局からいろんな要望が出てくる中で、機動的に対応ができれば、もちろんやっぱり前に進みやすいというのもあります。あとは、シーズ側になるとは思うんですが、企画を実行できる現地機関ですとか、現地で活動実績のある事業者様が関わっているとやはり強いですね。そこは進めるところがあります。ということで、ちょっと強調したいところでしたら、気候変動のエビデンスロジックと対象国のニーズ関係性っていうのがやはり重要になってくるかなと、月並みかもしれませんが見えてきているところではあります。はい、以上です。お時間いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。ではこれでプレゼン終了なんですが、ご質問等ある方はいらっしゃいますでしょうか。直接この場で特になくても事務局の方にご連絡いただければ環境省のお茶さんの方につなぐことも可能ですので、そうさせていただきたいと思います。特にございませんか。ございませんですか。もしそれまでの間時間がつなぐっていう観点もあるんですけど、ちょっと私、事務局、エクファの岡野でございますけれども、の方からちょっとお尋ねさせていただきたいんですけど、一つ目の大中様のですね、お話は具体的にですね、どのように申請して、そのプロジェクト、プロセスがどうなるかっていうことが、すごく分かりやすくてですね、今後コンサルタントの方々が、アプライを出していく上でのですね、大きな参考となったのかなと思っております。それで関係でですね、予算的なですね、ちょっとことも、気になったんですけれども、予算事業、規模がですね、6年間、5年間、6年間で、GCF 関係でですね、全体での69億円、であるとか、そのうち申請金額が26億円とかいう金額がありまして、でこれはこのうちですね、あれでしょうか、もし差し支えない範囲で日本公営様と、皆様コンソーシアム組まれて、合計というかですね、日本公営様が、担当ご担当の予算額みたいなものがもしですね、把握できるとちょっとその皆様にも参考になるかなと思ったんですけど、その辺はどんな感じでしょうか。あ、はい、どうもありがとうございます。ですね、全体70億の事業規模の中、この中には通常 の例えば円借管業務と同じようなイメージの、コンサルティング業務と、あとその、実施 の、その工事コントラクター の、 そのシビルワークの分と、あと実際そのモルジブ政府側で事業をマネージしていく、
まあ、そういったあの PMU、まあ、そういったあの費用とかが全部含まれたものになります。でその中で、我々コンサルタントが、まあにまあ、落ちるお金というのはですね、で先ほど言いましたようにあの全部で4つのコンポーネントがありまして、でそのうちの JICA であるリプロについてはまあ、その リプロとして、まあ、今回どれくらいですかね、ちょっとうろ覚えですけど多分 3億ぐらいじゃないですかね、まあ、あのそういった形の、まあ、リプロが出されて、まあ、それを我々が担うということになります。で、実際 GCF 資金があの投入されるその物理対策実際工事のところは、そこの、まあ、あの施工管、詳細設計施工管理をするコンサルっていうのはまた別にあの必要になってきて、そこ、はい、そこでもし、まあ、日本のコンサルタントが、まあ、我々含めて取れるんであればまた そこ あのコンサルフィーがあの甘えられるという、まあ、そのようなイメージになります。非常に相場感が、あの大体、まあ、通常 の、まあ、あの借款事業と、まあ、大体あの同じようなです、ね、感覚かと思って、そうです、はい、コントラクターはまだこれから選ばれるということなんです。そうです、はい、あの、その、DDCS コンサルが調達されて、まあ、そこで、そのシビルワークの入札図書を作っていって、うん、それで、はい、あのコントラクターを調達するということになります。あとそれからもう一つだけなんですけど、あの、すごくあの、示唆的だなと思ったんですけど、あの、プロセスがなんか3段階ぐらいあって、なんか1年ぐらいあのいろいろとやるということでですね、なんかその第一関門の時に、なんかこれだとその人為的なものが原因だからみたいなこと言ったらまあおしまいよみたいな話ですね、はい、そうではなくて、はい、気候変動が原因だということで、まあ、書き直しみたいなことで、なんていうか、まあ、はい、インストラクションみたいなのがあった、はい、つまり通常の感じだとですね、通常のあれだとその言った瞬間にまあなんか落選してですね、その後もうなんかもうあの終わり、ふるいにかけられるみたいな、そうじゃなくて、どっちかっていうと、なんとなくなんか教習所的に、少しなんかアドバイスみたいなのを受けて、あれですか、なんか一緒になんか合格目指すみたいな、そういう感じを受けたんですけど、そういうようなイメージも持ってていいんですか。そうですね、その最終的に理事会に上がるまでに、先ほどありました、CIC という、GCF 事務局内の各専門家がそれぞれその内容をこうチェックしていく、そういうプロセスがあるんですけど、まあ、彼らも基本的に、あ、まあ、JICA ということもあるのかもしれないですけども、やはり基本的に彼は日本の、まあ、これだけ資金を拠出しているので、日本に貢献してほしいというのは、GCF 側にもあると思うんですよね。というのもあって、まあ、こんなんじゃ全然ダメだというので、そういう対応ではなくて、まあ、彼らも、なんていうかな、こう、まあ、協力というかですね、はい、という基本的には そんなような形で、まあ、ただもう本当に非常にそのコメントでその修正っていうのはもう最初のファンディングプロポーザルの原型がないぐらいに、もうほとんど、まあ、新しいものを作るような、まあ、それぐらい の労力的には大変なものでした。はい、ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。他にないようでしたら、最後、締めをお願いします。はい、ご質問他にもしございますようでしたらと思いますし、織田さんの、最初のプレゼンのところの最後にありましたアドレスですね、あちらに織田さんのところにアプローチをしていただければよろしいんですよね。はい、ありがとうございます。ぜひご提案をお待ちしていますので、まあ、なんでもいいというわけではないんですけども、なるべく気候変動でこのうまくこの資金をグリップできるような、そういうアイデアをお持ちいただければ、環境省わずかねさんですけれども、環境省事業として案件形成 の事業を立ち上げて、で、皆さんと一緒に最終的には GCF の資金
大きな魚を釣りたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは私どものエクファのですね、今後10年間ですね、どうするかということで、エクファビジョンというのを作ったんですけども、エクファビジョンの中でも、なるべくマーケットの拡大と、コンサルタント事業のマーケットの拡大という観点でですね、JICA事業以外 の、ところも参画していくということも掲げておりまして、でこれの貢献にもなるとも思いますし、それから環境省事業の、拡大というかですね、せっかく日本がですね、ドナーとして大量に出しているにもかかわらず、その元を取るというような観点でのですね、効率化ということになると思いますし、散歩力ということになるかと思っておりますので、積極的なですね、案件 の、 形成化がいくということが、ありがたいかなと思っております。私も事務局でも結構ですし、織田さんの方でも結構でございますので、今後のですね、コンタクトいただければと思っております。はい、それではじゃあ今日はこれで、お時間でございますので、お開きとしたいと思いますが、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。どうもありがとうございました。ありがとうございました。